それは遠い遠い昔、とある新人トレーナーと一人の馬娘が、ありゃ、そういうのいらなかった？へえ、やっぱりここは落ち着くな。誰もいないし、静かだし、ふっかふかのソファーまであるし。ではでは、失礼して。誰？なんでここに？いや、この空きトレーナー室は、せいちゃんの大事なお昼寝スポットだし。ん？そのバッジ、もしかして、新人トレーナーさん？で、ここ使っていいよって言われた感じ？はいはい、なるほどね。そういう感じか。了解。じゃあとりあえず、そこのソファー借りるね。今日の授業はきつめのばっかだったからさ。私もう眠くて眠くて。ということで、おやすみなさーい。よく寝た。誰？冗談ですよ。毛布もありがとうね。にしてもさ、トレーナーさん、どうして私を起こさなかったんです？ここが空き部屋だったのをいいことに、明らかにサボりに使っていた感じの発言。しかも目の前で堂々と寝始めちゃう。私が自分で言うのもなんだけど、ふざけんなーって叩き出されても、まあおかしくないと思うよ。なのにどうして毛布までかけてせいちゃんの安眠を守ってくれたのかな。ほうほう、なるほどね。そっかそっか。ま、今日はありがとうございました。この恩はいつか必ず、思い出した時に返しに来ますね。ではでは、さようなら。また会いましょう。ああ、いたいた。おい、この前の新人トレーナーさん、大変大変大変なんだよ。ちょっと、もうとにかく大変だから、細かいことは置いといてすぐ答えて。呼吸をするために使う胸の両側にある器官ってなんだっけ？声が小さい。クエスチョンじゃなくて、もっとエクスクラメーションな感じで。おい、もう一度。いいねいいね、もう一丁。はい。ということで先生、この人がさっきお話しした担当トレーナーさんです。急に駆け出すから何かと思ったら。そうなんですね、わかりました。ではトレーナーさん、スカイさんのことくれぐれもくれぐれもよろしくお願いしますね。それじゃあ、星雲スカイさん、専属トレーナー契約おめでとう。どうもどうも。それじゃ先生、また後で。ということで、私とあなたはめでたく馬娘とその担当トレーナーになりました。はい、拍手。パチパチパチ。おやおや、人聞きの悪い、ちょっぴり手段を選ばなかっただけですよ。それより、どうしてもあなたと組みたいと思った私の熱い気持ち、組み取ってほしいなぁなんて。言わせちゃいます？一目惚れですよ。やは！というのはまあ冗談ですけど、でもこの間のトレーナー室での一件でビビッと来たのは本当です。
それにこれは新人のあなたにとっても悪い話じゃないと思うんですよ。はい、何しろ私への指導楽ですよ。私トレーナーさんに熱血指導とか特別メニューとかの面倒なこと全然求めていませんから。何事も適度に適当に。それが長い人生を過ごすにあたってのせいちゃんが大事にしたい哲学なわけです。というわけで肩の力を抜いて適切にゆるるんと頑張っていきましょう。おートレーナーさん、ビッグニュースです。なんと河川敷にお魚の大群現る。この波に乗らないのは釣り名人の恥。追伸、トレーニングはお休みします。星雲スカイより。